はい、おはようございます。おはようございます。あ、そうか。どうぞ。幹事社の三日東京新聞会でございます。はい、本日の会見には日本教育新聞さんが参加されております。あ、はい、お願いします。それでは冒頭大臣からご発言ありましたので、お願いします。特にありません。はい、では幹事社から質問させていただきます。どうぞ。昨日中教審が開かれまして、実践的な職業教育を行う新しい高等教育機関の創設に向けた、方針がありました。これに関して大臣の受け止めと、あと今後文科省としての検討の方向性、スケジュールなど現時点でお考えがあればお聞かせいただければと思います。お願いします。はい、昨日皆さんもご承知いただいた通り、答申をいただきました。中教審の委員の皆さんには、本当に時代背景を踏まえたですね、キャリア教育に向けて新たな高等教育機関の必要性、このことを的確に整理をして答申をいただいたと、このように思っておりますし、感謝しております。これは私も含めてではありますが、常に時代に技術革新、またベンチャーを含めてですね、新たな仕事が生まれつつある中でですね、そういった時代に対応できる人材育成、そのより専門性の高い人材を育成していかなければいけないということと、それぞれの資格等ございますが、その信頼性を高めていくためには、まさしく教育の質を向上させていかなければいけないと思っています。そのための新たな専門人材育成のための高等教育機関を作る必要があるということでありますから、同時に国際的な動向も踏まえてですね、やはり足並みを揃えたそういった機関が必要ではないかと思っております。こういう答申を踏まえてですね、立法措置も含めてまた具体化に向けて作業を加速させていただきたいと、そう思っています。ありがとうございます。幹事社から以上です。社さん、お願いいたします。朝日新聞と申しますが、安倍総理がですね、消費増税の2年半の延期を決めました。でこれは社会保障の財源等々にも影響してくると思うんですが、文科省の施策でいうとですね、寄付型奨学金などにも影響してくると思いますが、これに関してますどういう受け止めをされていらっしゃるのかと、今後の施策にどういう影響があるのか、今の考えを。はい、最終的に報道でしか承知しておりませんのでですね、総理のそういった方向性については必ず記者会見で明確にお話になると思いますので、それを踏まえて適切に対応するというのが現時点でのお答えです。ただご心配のように、やはり恒久財源、恒久的な政策には恒久的な財源を確保することが、これは政府の責任でもありますし、また与党の責任でもあります。そういうことを考えた場合にですね、総理が増税を延期をされるといった場合に、おられる文科省にとって課題となってくるのは、幼児教育の推進のための財源であろうと、まず当面は思っております。総理の記者会見等を踏まえてですね、政府内財政当局ともやっぱコミュニケーションを取りながらですね、我々とすれば幼児教育の充実、その必要性しっかりと訴えて、財源の確保、予算の確保を望む必要があると思っています。現時点においてはそこまでしかお話しすることはできません。はい、どうぞ。国民の宮本です。当然延期に関して、都内からは、解散、金融を解散するべきに関しては、余裕はないという意見がありました。それに関して大臣どう思いますか。はい、総理がまだ正式に記者会見等でですね、
公言をしておられませんのでですね、今の段階においては私も政府の一員として、一致団結をして、この政局にあたっても、また国会終盤ですよね、みんなで協力をして取り組んでいきたいと思っています。京都市の門番長と会談をされたようですけれども、はい、文化庁移転を巡りどのような話されたでしょうか。あの書店として空き家となっている町をこう活用されるお考えについても触れられたようなんですが、3つお話を主にしました。まず文化庁移転は決まっておりますが、箱物としてはですね、やはり京都府庁の隣にございます警察本部でしたか、やはりあそこは、やっぱり場所的にもですね、失礼としてもふさわしいですよね。そうは言っても耐震化の問題はありますので、これは今後の協議の課題ですよね。2点目は、私はやっぱり文化庁を移転する以上は職員の住環境について、責任があると思っています。ついてはドカンと一箇所に、職員住宅にさあどうぞというよりもですね、文化庁の職員こそが京都の市民生活にやっぱり入っていくべきではないかと、そういった観点で町屋とか空き家とか、京都市内に住み、また町会に活動に参加することを条件にしてですね、京都側からも京都市側からもね、何らかの提案をいただけないかと。私としてはですね、やっぱり働いている職員こそがですね、京都に移った、移転をする意味をね、理解をして職務に励んでいただきたいのでですね、そういうコミュニケーションを取りました。で、3点目はですね、やっぱりなんとなくという表現の方がいいのかもしれませんが、京都に移転をするということが関西でクローズアップされると、大阪とか奈良はなんとなく面白くないんですよね。でそれは意味が違うだろうと。したがって京都市長がですね、本当に気合い入って、いろいろと発信をされているのは感謝しておりますが、やはり関西の例えば大阪市であるとか奈良市であるとか滋賀の大津市であるとかですね、関連する首長の皆さん方とも、この文化庁の移転、これは中央省庁の移転でありますから、このことの意義をね、今一度やっぱり共有をしてですね、関西全体で、文化庁移転の意義と加えて具体的にどういう協力ができるのか、これは経済団体や高等教育機関、研究機関も含めてね、やっぱりコミュニケーションを取っていただきたいという、こういうことを申し上げました。はい、どうぞ。で、次、朝日新聞の方、今年の3月にですね、大規模私立大の、来年度の定員増の要求がですね、相次ぎまして、ここ10年でないぐらいに、多くなってしまってですね、文科省が昨年発表したその地方創生策で、大規模私大の都市部の定員を抑制して、で小規模私大に行くことを期待するという政策だったんですけども、これに反するという、指摘もありましたけれども、それについて大臣のご所感をお願いします。はい、率直に言ってちょっと駆け込みかなと、老婆しながら、少子化の時代を見越してですね、大丈夫かなというふうな率直な心配を持っておりますが、ただ制度上ですね、要件を整えて、定数増の申請を出されれば、届けを出されれば、要件が整っていればそれを受けざるを得ません。これは1点目です。2点目はですね、改めて、地方においてこそですね、私は私立大学のやっぱり役割っていうのは極めて大きいと思っています。大都市部以上にですね、そういう意味で、地方の、小さくてもキラリと光るですね、私立大学、これはもちろん
統合も含めてですよね、生き残ることができるようにしていくことはやっぱり考える必要があると思っています。これに関連してなんですけれども、今おっしゃったようにその、条件は整えてやってるということで、記者の指摘では政府はもうほとんどグリップを失っていてですね、規制緩和でほとんど設置基準も満たせばいくらでも作れるようになってしまっていると、こういう流れがあって今次第についても会議が開かれてますけれども、そういったその設置基準等々で規制をもう一度取り戻してですね、方向性としてはやっぱり、小規模次第なんかも光と光るものを応援していけるような、制度自体をそういうふうに変えていく方向性というのが大臣の頭の中にあります。はい、もう一度申し上げますけど、制度上は駆け込みのですね、定数増ということは受け入れざるを得ません。これは一つ。同時に私はですね、地方の小さくてもキラリと光る、また特に地方の産業とか自治体や、あるいは文化関係者、観光関係者、それぞれの地方の強みがある中で、そういったところと連携をした、私は私立大学の役割は極めて大きいと思っています。これは国土の均衡ある発展というのはまさしく人材の育成なくしてありえないと思っています。私はそういう観点を忘れてはいけないと思います。国の政府の方針としてですね、大学までが大都会大都市一極集中というのは好ましくないと思っています。そういう観点から対応していく必要があると思っています。共同通信の佐藤です。文書の関係なんですけども、中間報告を本日ですね、検討いたすと、検討会約半年間の議論をこういう点を、中間報告するんですけど、まずこれに対する所感とですね、あと新たな運営主体、これまだ示してない中で、今後のですね、見通しと、規制に最終的にこれを回答するのか、その辺りも、どうしてですね、お願いください。はい、見通しは一日も早く運営主体の特定をしたいと思っています。そのために関係省庁、関係機関とやっぱり根回しをしながら進めていく必要があると思っています。それにつけても、いただいた検討委員会からの提言というものは非常に大きな意味を持っていると思いますので、その方向に沿ってやります。また今日でしたっけ？今日ですね、規制委員会ですね、事務的にお届けをいたします。また規制庁とにも、検討委員会の報告をお届けしながらですね、これはやっぱり文科省の責任として運営主体を選ぶ、この勧告に沿ってですね、我々なりに作業を進めていきたいと思っています。何よりも勧告を読めば読むほど安全最優先ですよ。安全最優先をですね、そして保守管理を適切に行うことができるように、そして文殊が、そもそも文殊の社会的使命、このことを踏まえてですね、安全を旨とした運営主体を特定できるように、一日も早く特定できるように作業を進めていきたいと思っています。じゃああと一問、例年に続き、文殊のですね、やはりその主体を組み立てるためには、規制委員会、規制庁とのコミュニケーションっていうのは課題になっていると思います。その点で今後、どういうふうに進めていってですね、どういうようなやり取りをしながら進めていきたいのか、今朝も田中委員長にお会いしました。これは官邸の会議です。なかなか参上委員会の長でありますので、私どもはですね、コミュニケーションの取り方といいましても、いただいた勧告の文書以上に、今後のことについて
手探りの状況であることは言うまでもありません。でありますが、あらゆる情報やあるいは私たちが持っている知見を通じてですね、あの勧告に書かれている内容は何なのかということを判断しながらやっていく必要があると思っています。あらゆる機会を捉えて情報収集に努めたいというのがコミュニケーションの意味であります。はい、大臣、この後予定が控えておりますので、ご体験をご注意いただきます。ありがとうございました。